今津ひろつけ子バンザーイ、バンザーイ。昨日投開票が行われた旭川市長選挙、初当選したのは自民党などの推薦を受けた新人の今津ひろつけさん。前市長の後継で立憲民主党などが推薦した笠木薫さんを大差で破りました。自民党、公明党、維新の会、それから新党、大地の皆様の推薦で勝ち上がったわけでありまして、やはりこのことは有権者の皆様の判断の大きな選択材料の一つになったと思いますから、衆院選への弾みになるのかなと。今回の市長選は衆院選の与野党対決の代理戦争ともいえる状況に。今津さんの当選に満面の笑みを浮かべていたのは、北海道6区に自民党から出馬する予定の元道議会議員東邦義さん。市長選の結果を追い風に選挙区で2連敗中の与党の議席奪還を狙います。励みになる、励ましてくれた、我が党が常日頃から訴えてきた、そういったところがかなり多い。それに、その政策に対する自信は持てたと思っているんです。一方、敗れた笠木さんを自らの後継に指名していた前の市長西川雅人さんは、衆院選北海道6区に立憲民主党から出馬予定。後継に指名した笠木さんの当選を弾みに自らの勝利を描いていました。今回は本当に残念な結果でありました。分析をしっかりして反省をしていくべきところが何なのかというのを考えていかなければいけない。また北海道6区に NHK と裁判してる党弁護士法72条違反でから出馬予定の斉藤忠之さんは、女子中学生のいじめ問題など市民は西川前市長の姿勢を良しとしなかったのではとコメントしています。